皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回の動画では6月8日から6月22日まで PS ストアで開催されているダブルディスカウントセールにてセール中の PS4、PS5 のおすすめゲームタイトル5選を紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず最初に紹介する作品はデッドバイデイライトです。本作はカナダのゲーム会社ビヘイビアインタラクティブが開発し、スターブリーズスタジオズより発売された非対称型対戦サバイバルホラーゲームです。ゲームシステムとしては殺人鬼キラーとしてプレイする1人、生存者サバイバーとしてプレイする4人でマッチする形となっており、殺人鬼は追加有料 DLC を含めた28人の中から好きなキャラが選択でき、生存者は追加有料 DLC を含めた31人の中から好きなキャラを選択することができます。なお生存者4人で同じキャラでプレイすることも可能となっています。操作視点はそれぞれ違っており、殺人鬼は1人称視点、生存者は3人称視点での操作となっています。生存者の目的はステージ上に全部で7台ある発電機のうち5台を修理した後、脱出ゲートを開けて脱出することとなっており、殺人鬼の目的は生存者を全滅させることとなっています。本作は有名なホラー映画やドラマ、ゲームと多数コラボしており、キャラやステージが忠実に再現されて実装されるため、ファンには大変嬉しいものとなっています。そんなデッドバイデイライトは現在定価3080円の 30% オフの2156円、 PS プラス加入者にはさらに 30% オフされた1232円のセール価格となっていますので、気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はデトロイトビカムヒューマンデジタルデラックスエディションです。本作はフランスのゲーム会社クアンティックドリームが開発し、ソニーインタラクティブエンタテインメントより発売されたアクションアドベンチャーゲームです。ゲームシステムとしてはカーラ、コナー、マーカスの3人の主人公を操作し、シナリオがプレイヤーの行動選択によって様々に変化するといったものとなっています。選択次第では主要人物が死亡することもありますが、そのままストーリーが進行していき、ゲームオーバーという概念がこのゲームには存在しません。またあるキャラクターの行動が他のキャラクターの主人公に対する好感度やシナリオ生死にも影響を与えることがあり、ストーリーの分岐は非常に多岐にわたるため、オープンシナリオアドベンチャーと銘打たれています。本作のストーリーは西暦2038年のアメリカデトロイトが舞台となっており、世の中ではAI 技術とロボット工学の発達により人間そっくりのアンドロイドが多く存在する世界となっています。そんな中ある家庭用アンドロイドが所有者を殺害、そして所有者の娘を人質に立てこもる事件が発生。そのアンドロイドはまるで意思や感情を持つようで、そのようなアンドロイドは変異体と名付けられました。以後変異体はその一体にとどまらず増え続けました。変異体には与えられた仕事を放棄し逃亡したり、中には人類からの解放を叫び革命を起こそうとする者もいました。アンドロイドは単なる便利な機械なのか、それとも人間と同じく命を持つものなのか、という人類の新たな課題が描かれた、現実でも近い未来に起こりうるようなストーリーとなっています。そんなデトロイトビカムヒューマンデジタルデラックスエディションは現在定価5390円の 28% オフの3880円、 PS プラス加入者にはさらに 28% オフされた2370円のセール価格となっていますので、気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はグランドセフトオート5プレミアムエディション&ホワイトシャークマネーカードバンドルです。本作はスコットランドのゲーム会社ロックスターノースが開発し、ロックスターゲームスより発売されたオープンワールド型クライムアクションゲームで、グランドセフトオートシリーズの第11作目となります。今作はグランドセフトオートシリーズで初めて3人の主人公が同時に登場する作品となっており、
主人公を自由に切り替えて各ミッションを進めていくことが可能となっています。 GTA 5 は GTA シリーズ史上最大級のマップとなっており、行動制限がなく全エリアが最初から全てアンロックされています。シリーズの多くは序盤で仲間だったキャラクターが後々裏切り、プレイヤーと敵対する関係になるといったモチーフとしているマフィア・ギャング映画に近いストーリーとなっています。またいずれの作品もゲームの性質上、主人公が人生のどん底から再起し這い上がって頂点に立つといったストーリー展開が多数あります。プレイヤーは決められたミッションをこなしてゲームを進めることもできれば、街を自由に散策したり、法や秩序もないような無茶苦茶な行動を取ることもでき、大変自由度の高いゲームとなっています。そんなグランドセフトオート5プレミアムエディション&ホワイトシャークマネーカードバンドルは現在定価5306円の 28% オフの3820円、 PS プラス加入者にはさらに 28% オフされた2334円のセール価格となっていますので、気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はヒットマン・ザ・コンプリート・ファーストシーズンです。本作はデンマークのゲーム会社アイゴーインタラクティブが開発し、スクウェア・エニックスより発売されたステルス性重視のサードパーソンシューティングゲームです。プレイヤーは国際的な暗殺請負機関ICA に所属する暗殺者エージェント47となって、依頼された暗殺任務をさまざまな手段を持って行うという自由度の高さを売りにしたゲームとなっています。基本的にはステルスゲームであり、変装やスニーキングといったシステムを用いながら敵に怪しまれず、気づかれることなくターゲットを暗殺することを目標としています。本作のストーリーは中央ヨーロッパの山間部、雪に覆われた極秘訓練施設に一人の男が到着。不透明な組成や社会性、倫理の欠如を問題視されつつも、ダイアナと名乗るオペレーターの手引きによって最終テストに合格した彼は組織の暗殺者として承認されます。47という番号のみを名前に持つこの男は、以来20年にわたってダイアナと共に数々の困難な任務を完璧に遂行しました。それは同時に彼の仕事によって世界の構図が人知れず塗り替わる20年間でもありました。そして今日もまた47に新たな暗殺指令が下るというものとなっています。そんなヒットマンザ・コンプリートファーストシーズンは現在定価7480円の 40% オフの4488円、 PS プラス加入者にはさらに 40% オフされた1496円のセール価格となっていますので、気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。続いて紹介する作品はクラッシュバンディクーぶっ飛び三段盛りボーナスエディションです。本作はアメリカのゲーム会社バイカリアスビジョンズが開発し、アクティビジョンブリザードより発売されたアクションゲームです。クラッシュバンディクーシリーズ3作品が含まれた本作。ゲーム内容としては各ステージをクリアし次のエリアに進んでいくステージ制のアクションゲームとなっており、敵に触れたり穴に落ちると残機が減少していき、残機がゼロの状態でミスをするとゲームオーバーとなります。残機はステージ中に落ちているクラッシュの顔プレートを入手するか、リンゴを100個入手すると数を増やすことができます。本作は一部のステージを除き、一度クリアしたステージを再度訪れるとタイムアタックに挑戦することができます。クリアタイムに応じてサファイア、ゴールド、プラチナのいずれかのレリックを入手できます。そんなクラッシュバンディクーぶっ飛び三段盛りボーナスエディションは現在定価5390円の 25% オフの4042円、 PS プラス加入者にはさらに 25% オフされた2694円のセール価格となっていますので、気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。以上がダブルディスカウントセールのおすすめゲームタイトル5選でした。皆さんは今回の動画で気になったゲームはありましたでしょうか。この動画で少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。なおダブルディスカウントセールでは今回紹介したゲームタイトル以外にもたくさんのゲームがセール中ですので、
概要欄にもあります PS ストアのサイトをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。アユナのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。